加藤公明内閣は、貴族院議員、県政会総裁の加藤公明が、第二十四代内閣総理大臣に任命され、九百二十四年六月十一日から九百二十六年一月三十日まで、続いた日本の内閣である。加藤が九百二十六年一月二十八日に、在任のまま死去すると、内務大臣の若月玲児が、内閣総理大臣臨時代理として、 同月30日まで事務を取り扱った。国務大臣1924年6月11日、任命。在職日数418日。内閣書記官庁、法制局長官1924年6月11日、任命。政務時九1924年8月12日設置。任命。参与官1924年8月12日設置。 任命。国務大臣内閣初機官庁、法制局長官1925年8月2日、任命。政務時九1925年8月10日任命。参与官1925年8月10日任命。全内閣の事務引き継ぎは除く。改造前の事務引き継ぎは除く。加藤公明内閣は、朝鮮内閣の清浦内閣が、 第二次五権運動によって倒れた後、はじめ県政会、立憲政友会、革新クラブの五権三派連立内閣として発足したが、一年余りが、たった1925年8月2日以後は、県政会の単独内閣となった。五権三派連立内閣では、元総理や将来の総理等の大物政治家が数多く入閣した。 万25歳以上の男子全員に投票権を与える普通選挙法を成立させた一方で、治安維持法も同時に成立させているほか、ソ連との国交樹立、労働争議調停法の制定、陸軍二個師団の削減など多くの業績が挙げられる。貴族院改革では、帝国学士院選出議員の設置と、有職議員定数のわずかな削減が行われたに止まった。また、 前述のうがき軍縮による陸軍の軍縮を進める。一方陸軍現役将校学校配属例学校教練も創設された。両勢以上に、加藤が反対したことに革新クラブを統合した、声優会が不満を抱き、五権三派体制は崩壊する。県政会単独内閣となった以後はそれまで、野党だった、声優本党を取り込んで声優会に対抗しようと、 したが、その是非をめぐって同党が内紛を起こしたために、失敗した。1926年1月28日に、加藤が死去したため、同月30日まで内務大臣の若月霊次郎が、首相を臨時兼任した後、摂氏将軍、広人親王から組閣の対名が若月に降下して、第一次、若月内閣が発足した。加藤は、五県三派内閣を組織した際と、 一年後県政会単独内閣を組織した際の二度にわたって、摂政偶、広木親新郎から組閣の対面を廃している。この二度目の対面効果があった時点で、第一次、加藤公明内閣は一旦総辞職したものとみなして、同日以後を第二次、加藤公明内閣とする見方がかつては支配的だったが、現在の内閣府の公式見解では、この日以後を むしろ改造内閣と考え、加藤公明内閣は一内閣だったとしている。現行の日本国憲法下では全閣僚が連帯して、責任を負う内閣総辞職が一つの内閣の区切りとなるが、旧憲法下では、慣例として内閣総理大臣が全閣僚の辞表を取りまとめて、三大四天皇にこれを法定するという形式をとっていた。しかし政局遺憾によっては、 こうした辞表が受理されずに差し戻され、その結果内閣が存続することが稀にあった。加藤公明内閣は大連立与党の五権三派体制が崩壊したことにより、加藤が全閣僚の辞表を取りまとめて、これを法定、当初は後継主犯について検討もされたが、結局加藤に対面が再降化することになった。ただしその際、 法定されていた辞表はすべて差し戻されており、この事実をもって、加藤公明内閣は存続したとみなすのが、この内閣府の公式見解である。これと対比されるのが、後年の第二次、この絵内閣である。この件では、総理のこの絵が、松岡洋介外相を更迭しようとしたが、表立って、松岡に辞任を要請すると強硬な松岡は逆に、これを拒否して、 閣内不一致を理由に当格を図りかねない状況にあったため、この絵は一旦全閣僚の辞表を取りまとめて、法定した後、改めて対面再降下を受け松岡抜きの第三次、この絵内閣を発足させている。この時には、辞表の差し戻しがなく、そのために松岡の鋼鉄の前後が、それぞれ別個の一内閣とみなされており、この点が、 加藤公明内閣の場合と異なっている。国務大臣を補佐しつつ、政府と議会との連絡を取ることをその職象とした、政務次官、参与官の両政務官が置かれたのは1924年8月、五権三派内閣の時だった。その後も内閣が変わるごとに、時の政府が与党と頼む会派の中から主に若手の議員たちがこれら政務官に任用されていった。 政務官の任命は、通常は新内閣の発足後、数日から数週間程度の日を置いて行われた。またその退任も、次の内閣が発足してその下で、新しい政務官が任命されるのを待って行われた。このため政務官の在任期間は、日付上は二つの内閣にまたがる形となる。しかし政務官はあくまでも政治人用官であり、 その時々の政府が独自にこれを選任するので、その職責は彼らを任命した内閣が総辞職した時点で実質的に消滅した。前の内閣が任命した政務官は次の内閣発足後も暫時その職に留まるものの基本的にその仕事といえば事務の引き継ぎのみだった。ありがとうございます。